皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢ひろゆでございます。今日はレンズのレビューでございます。こちらにございます。はい、タムロンさんから発売されたソニー E マウント APS-C 用の超広角ズームレンズ、11-20mm の F2.8 ですね。これのレビューをしたいと思います。タムロンさんの超広角ズームレンズで以前に17-28mm の F2.8 っていうレンズをレビューしました。こちら2個あったのかな、2個動画作りましたね。17-28mm の F2.8 はソニーのフルサイズミラーレス用のレンズでしたけども、こっちは APS-C 用のソニーの E マウントのレンズです。これもすごいお買い得なんですね。やっぱりね、10万切ってんですよ。10万切ってる値段で買えるんですよね。こういう超広角ズームレンズってやっぱり手頃に使いたいなと思っても値段が高いのが多いじゃないですか。そんな中でこんな、ね、良心的な価格で発売してくれるタムロンさんは本当ありがたいなと思うんですけども、まあ、これ実際使ってみて、星空撮影に関してですね、適性はどうなのかということで検証していきたいと思います。それでは行ってみましょう。このレンズですね、実はね、6月にもう借りてたんですよ。なんですけど、梅雨じゃん。で、すげえ天気悪いじゃないですか。で、私もめちゃめちゃ忙しくてですね、なかなかそのじっくりこのレンズで撮影をするっていう時間が取れなくて、こんなタイミングのレビューになっちゃいました。はい、こちらがそのレンズです。今回はこの α6600 につけてですね、レビューをしていきたいと思います。成沢さん、α6600 持ってるんだっていう方、いらっしゃるかもしれませんが、今回はですね、グーパスさんを利用しました。グーパスさんっていうのがカメラ機材のサブスクリプション契約ができる会社なんですよね。月額いくらっていう契約をして、いろんな機材が借りれるというようなサービスを提供してる会社なんですけども、まあ、グーパスさんの紹介はまた今度やるとして、今回はそのグーパスさんから借りたカメラボディを使ってですね、レンズのレビューをしていきますんで、はい。じゃあまずつけてみましょうか。はい、レンズをつけた状態はこんな感じでございますね。11-20mm のレンズですんで、APS-C サイズだからかける1.5 なんですね。ということは 16mm から30mm の素通しの F2.8 のレンズっていうことになりますね。これはですね、こう、ズームする、広角にすると、今これ 20mm の状態で、一番広角 11mm の状態にすると、こう、こういうふうにレンズがせり出るような、感じになります。でここがピントリングという感じですね。全体的な作りはですね、過去に紹介した17-28の F2.8 と、そんなに変わんないです。大きさとか重さとかもほぼ変わんなくて、ほんとなんかボディが変わっただけっていう感じがしますね。フィルター径は 67mm です。ここも同じですね。フィルターの使い回しができる。で、結構タムロンさんね、こうやってフィルター径統一していろいろ作ってくれるんで、フィルターの使い回しがしやすくてありがたいですよね。じゃあいろいろ撮ってきましたんで、実際に星空画像を見てみましょう。はい、それではいろいろ見ていきたいと思います。まずはこの画像で星空適性を検証していきたいと思います。でこれ海岸で撮影したんですけど、撮影行きたかった撮影場所がですね、交通事故があって行けなくなっちゃって、仕方なく近場でとりあえず撮ったっていう写真なんですよね。下の部分がこうオレンジ色なのはこれ街灯の光です。光害ですね。はい、まあそれはいいとして、じゃあ星空の画像を見ていきましょうか。ちょっと見やすくするためにまず、シャープ切って、ノイズがシャープになるんでね、でちょびっとだけノイズリアクションかけます。はい、こんな感じでいきましょう。じゃあまずは中心像からいきます。中心像をピッと見てみると、おお、いいじゃないですか。なかなか鋭いですよ。なかなか、はい、中心像で問題の周辺像ですね。これ真ん中と周辺の星が均等に、いかに均等な星で撮影されているかっていうのが、まあ、星空適性の見るポイントですね。じゃあ右上行きますよ。あ、まずまずじゃないですか。これ10万以下の超広角レンズ 16,
16mm ですから、超広角レンズですから、こう中心像と比べるとね、こうなんていうか、こことこの右上を見比べるとちょっと星がねぽっちゃりしてるというか、若干そのピントが甘くなってるの分かりますかね。はい、まあ、これはね、値段考えたらまあしょうがないかなって感じですね。それよりも真ん中のその丸い星が周辺にあってもあんまり崩れてないっていうのがいいですね。まあ、ダメなやつはですね、ビヨーンと伸びるんですよ。そういう意味では全然いいんじゃないですか。ちょっとこうピッとこうなんていうかこうなんか十字みたいな線入ってますけどね、これ 200% で見てますから、10倍以上で見てるんで、って考えたらいいんじゃないですかね。ね、じゃあ左上も一応見ときますけど、まあ、左上もそうですね、左上の方がちょっと流れた感じにはなってますけど、まあ、ほぼ変わんないですね。 200% これだったらパッと見た感じほとんど分かんないですよ。1728の F2.8 フルサイズミラーレス用の、まあ比較的安価なレンズ、まあ、そっちの方も値段考えたら結構良かったんですよ。なんですけど、こっちの APS-C 用の今回の11から20の 2.8 もなかなかいいですね、値段考えると。だからこう10万以下で手頃に買えるレンズで、まあこういう真ん中から周辺までほぼ均等で星が撮れるようなレンズっていうのは初心者の方にはすごくいいですよね。で、まあ星の写真はまあこれで結構いいですよっていうことにしておいて、次にですね、昼間の風景の写真見てみましょうか。昼間の風景の写真、これかな。うん、実はこれさっき画像処理したんですけど、これですね、まあこのレンズの特徴っていうのがちょっとあったので、初期化して見てみたいと思います。今こう水平を直した状態なんですけど、わかります？ちょっと樽型になるんですよ、これね。湾曲したような感じに映るんですね。まあ安価な超広角レンズなんで、まあ、この辺はしょうがないのかなとか思いつつも、これですね、今使ってるソフト、Adobe の Photoshop Lightroom Classic っていうソフトですけど、これレンズプロファイルっていうのがあるんですよ、ここに。はい、ここですね。レンズプロファイル、レンズ補正っていうところにあります。はい、これですね、レンズプロファイル補正チェック入れると、このタムロの1120から F2.8、11から20の F2.8、このレンズのデータってもう入ってますから。で、これを適用すると、わかりますかね？この樽型がちょっと収まります。で、もうちょっとまっすぐにしたいなーって場合は、まあ、さらに追い込めるんですね。ここの歪みってやつがあって。これを、ギュッと上げてやる。そうするとまだ強めれます。だいたいこれで直るんですね。うん、なってますね。ほぼまっすぐになりました。まあ、こういう風に直せるのでやってみてくださいというお話でしたね。まあ、私基本的にあんまりおかしいレンズだと、まあ、動画で紹介しないんで、私のが動画で紹介するっていう時点でそこそこいいレンズなんですけどね、やっぱね。このタムロンの11から20の 2.8 も結構いいレンズでした。これソニー E マウント出てるんですけど、富士フィルム用で出してほしいな。出してくれないですかね、タムロンさん。11から20の 2.8。まあ、ここまでの広角レンズになると、富士フィルムユーザーって8から16の 2.8 ってめちゃめちゃ高いレンズしかないんですよ。だからね、富士フィルム使ってる人が超広角レンズで星を撮ろうと思った時に、どうしてもその値段のハードルが出てくるんで、このぐらいのやつあるといいなって思うんですよね。タムロンさん。富士フィルム用、ぜひご検討いただければと思います。じゃあ、この後は、このレンズで撮った、作例ですね、をいくつかお見せしたいと思います。どうぞ。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。結構コスパのいいレンズですね。うん、ソニーってどうしてもフルサイズのイメージが結構ありますけど、まあ、今回この α6600 使って思いましたけど、なかなかいいですね。動画も綺麗ですし、あの写真を撮るにもいいですし、スターイーターっていうその多分ノイズリダクションが強くて細かい星が消えちゃうって、その現象が APS-C のカメラには見られなかったので、ビシッとこう星が細かい星がこうビシッと集まったような星空の写真を撮りたい人とかにはいいでしょうねっていうふうに思いました。はい、というわけで今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけ。